これはなんとすごいですね。この農道のここからですね、水が湧き出しています。今日はですね、ここのパイプがちょっともう今ボロボロになってますんで、これをちょっと取り替えたいと思います。これでも長さがあれや、とりあえずここをあの穴を割れてるだけやから、なんかあれやな、これ外せば、外すためにはここをもう少し前に出して、パカッとこのエルボが使えるように。これをちょっとホームセンター持ってきて、この大きさのあれを、じゃあここ切らなくていいですか。そうですね。じゃあ問題決めますか。ここどうする、切らないこれ、これこうするですか。切りましょうか。いや、繋げなくてもあのここら辺で、そうそう、埋めるのは今入ってたところぐらいまで、ちょっとあれやな、これは土かけます。大丈夫、はい、粘土質少々いかがでしょうか。でも横にこう倒したりするためにはもうちょっと前に出した方がいい。穴をこう削る、まあそうですね、ここはいらないです。じゃあちょっともう少し前に、あ、でもいいか、ここ削れば大丈夫、削ればいい、それだったらあのこの方がいいです、あの こっちのこっちで行こう。はい、完成しました。で、こちらが割れてたやつなんで、これのちょっとこの太さでこう90度になるエルボーを買ってきて、それであの高さ調整ができるようにしたいと思います、水位の。じゃあ次あっちの、田んぼに行きます。
じゃあここにまた伏せたいと思います。あれちょっと待って、それパイプの太さ どんなもんですか。合ってないかも。これは太いかな。太い。じゃあちょっと待った、これはこれでしか使えない。そうですね。じゃあそれちょっと持って帰って、やっぱこっちにしましょう。これじゃあちょっとあの長さ合わせて、ちょっともしかしたらあれが足りなくなる。この分もったいないですね。おお。じゃあこの中に入れて。ちょっと作るとかだな。深めにしたかな。埋まらない。よし、ちょっとすごいな。じゃあ次のところ行きましょう。じゃあここは設置終わりです。次に、あの奥に行きます。あ、じゃあここか。はい、じゃあここは、パイプ伏せ終えましたね。こんな感じになります。出口は。はい、じゃあ最後あっちですね、行ってみましょう。はい、じゃあ最後ここですね。はい、とりあえず、ここも完成ですね。あぜが立派になりました。綺麗です。でこういう感じで、まあ、こういう感じで、出ていきます。はい、はい、ここからですね、ちょっとこう水が、染み出して、こっちの田んぼにもう入ってくるようになってるんで、ちょっとここをあの掘りたいと思います。ここはあの側溝が U 字溝が入ってるんですけど、 U 字溝が狭くてこの桑ではちょっとできないんで、手で、ゴミを掘り上げます。ある程度は足でこう蹴って、はい、ある程度は、はい、それで溜めて、はい、溜まったところを手で、はい、詰まってます。なんかこれ用のなんかクワみたいなのないんかな。ここ一個欲しいですね。かなり詰まってる。あったら欲しいですね。あとそれかこの U 字工を全部あの付け直したい。オッケーですか。次
一応一回クワで下げました。おっしゃ、これで流れがまとまってきた。そうですね、そこが広がってれば多分、うん、ここは下がですねコンクリートになってたんで、いっぱい草が生えてたんですけど、そこは根っこごと、こそぎ取って、コンクリートが出てくるようにしました。ちょっと見てみましょうかね。ここはカヤの根っこがすごいです。おお、おお、すごい。ちょっと見てください。これカヤの根っこがこっち生えてる。よくこんなところで育つもん。すごい達成感が。バッテリーが切れる。さあ、あとちょっとで開通です。初めてこのコンクリを見たり、コンクリ部分。よし、OK。すごいですね。じゃあとりあえずここの作業はおしまいです。詰まってる。これはなんとすごいですね。これですね、道路なんですけれども、道路というか農道なんですけれども、この農道の、ここからですね水が湧き出しています。ちょっと本来であればですね、ここの横をこう伝ってる水がですね、これここの水路の
水がこっちの方に流れないといけないはずなんですけど、ここから全然出てなくて、それによってこっちからなんか水が、出るようになってる感じですね。はい、まあでもちょっと今日ね、もうすごい作業が多くてしんどかったんで、ちょっとここを根本的に直すのはまた後日にして、今日はですねちょっと応急処置をします。まあ応急処置的にこっちにこう水を作って、こっちに流れ込む。はい、とりあえず今回応急処置的に、こうしました。ただここはなんかが通るときにこうなってると結構よくないんで、ちょっとちゃんと今度後日直したいと。またパイプをこうつっついてやればいけるんです。本来はですね、ここの、パイプを伏せに来ましたので、ちょっと行きたいと思います。これあれかな、買った方がいいかな、こっちの上側は。どうやな、この上側買いましょうか。ここもう少し下げましょうか。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。これですね、やっぱり泥さらいをしましたけど、川の流れが整ってかなり気持ちよかったです。でも言われてみれば疲れました、はい、でも楽しかったです。よく良かったです。ありがとうございました。じゃあ、自分は予定していたパイプ伏せ4箇所が無事に、終われて良かったんですけど、ちょっとスタミナが切れかかったので、車来ます。まあでも切りよく終わってよかったなと思います。はい、予想外に泥さらいが多くやったんですけど、コンクリートがしっかり見えてよかったなと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。よし、